さあどうなりますか。入りますね。さあここでペースカーがピットロードに入ります。シグナルが青になりました。今スタート。シエラがいいスタート決めたね。4.7km 112周目です。シエラがいいスタート、直線を駆け抜けていきます。だいぶ差を開きました。いいスタートを切りました。13番のアンドシミスシエラ、何か当たっていますね。新スポイラーが飛んだ車があります。第1コーナーはダンロップ清水シエラ、そしてそのすぐ後ろ12番パナソニックスカイライン。非常にいいスタートを切りました。この黄色いマシーン、あ、もう一人のシエラが前に出ました。星野選手どうなんでしょうかね。スタートダッシュ非常に速いという印象を私は持ってるんですが、13番のダンロップ清水シエラもですね、はい、信号グリーンになったのに合わせての加速の開始のタイミングが絶妙でしたね。なるほど、まあ、ローリングスタートにもそのフライングの反則というのがあるんですが、はい、それギリギリのところをついたという感じですね。さあもう一度スタートのところをご覧いただきましょう。スポイラーを飛ばしたのはこれは見えないんですね。スポイラーにしてなんかヘラヘラ柔らかかったり、そうですね、まるでステッカーが剥がれたように見えますね、はい、39番のシエラですか。ニーツビーツが乗っているはずなんですが、でも今2位に出てますよ、はい、フロントの下のようですね。前のマシンですとちょっと黒く見えてるあの部分かなという感じもするんですが、でもあれが本当に飛んだら空力変わっちゃいますからね、はい、大きなハンデを背負うことになるんですが、いや、フロントのスポイラー飛んでないですね。ですね、はい、さあ2周目にパキュマシンが入るところです。現在の順位トップは13番のダンロップシミスシエラ、そして39番のシエラが続きます。その後に12番のパルソニックスカイライン、9番のコスモオイルシエラ、トランピオシエラと続きます。長坂、リーツビーツ、そして星野といったところが続いています。まあ、国産対外車という図式で言えばね、はい、ちょっと星野選手のスカイラインがシエラに取り囲まれた形になって、うん、ちょっと不利かもしれないですね。そうですね、前にシエラが2台、そしてスカイラインを挟みましてまたシエラと続きます。ハセミのリーボックスカイラインは現在7番手。まず序盤の戦い もちろんマシンを大切に、ね、していかなきゃいけない部分は多いと思うんですが、いや耐久レースといってもですね、はい、特に序盤はやっぱりスプリントにならざるを得ないんですね、はい、序盤で決まった前後の位置関係というのは中盤 その耐久ペースですか、いわゆるなった時に効いてきますので、ね、ここは大切なんですよ。それにしてはちょっと13番のダンロップ清水、はい、シエラですか、はい、相当こう後ろの開けて有利になっていきそうですね、はい、1列になりましてご覧のようにメインスタンドを通っていきます。メインスタンド前を通っていきます。現在長坂がドライブ。この長坂選手というのは本当にこういわゆる箱型とよく言いますけども、こういう車の先頭速いドライバーですね。そうですね、今までほとんどあらゆるカテゴリーの車乗ってきてましてね、はい、特にこういうツーリングカーで体力を要するもの、そういうものの扱いうまいですね。85年そして87年の全日本ツーリングカー選手権のチャンピオン、今年から今までいましたチームを離れまして、まあ、本当にこう今までいたチームを離れると心境の変化ありますしね、この辺りも長坂選手にとりましては大変だと思うんですが、ただ長坂選手 その個人的な人柄というんですか、はい、どこのチームでもこ うまく溶け込むんで、その点心配ないでしょう、はい、各マシン現在3周目に入っているところです。さあ24番のディーゼル機器スカイライン、早くもピットイン、これはどうしたんでしょうか。下回りミッションのオイルとか排気管とかそういうことでしょうかね。野崎さん、野崎さん、はい、戸平選手今ミッションと言ってますね。そうですか、今メカニックが上からとそして下がミッションのこう調整といいますかチェックに入ってます。ミッションが入らないということを戸平選手言ってます。これはしかし大きなトラブルになりましたね。序盤というもうまさに序盤ですからね。ミッションのトラブルだと応急修理ってわけいきませんからね、はい、野崎さん、野崎さん、はい、
りました、50番。そうですか。ハセフに入ってくるのは左のフロントを指しました。左のフロントがキャンプしてます。完全にブローしてます。左のフロントがパンクをしているという情報ですが、ブローですね、パンクになって、はい、あの火膨れのようになっているところですね。やっぱり右回りの基本ですから、はい、左フロントというのは一番負担がかかるんですね、タイヤ。このグループ A マシンの場合はジャッキではなくエアジャッキというのがついてましてね、内蔵してますね、はいはい。トップを行きます13番のダンロップシムシエラ、そして12番のパルソニックスカイライン。コーナーによってはたびたび並びかけてますね、はい、これはひょっとするとダンロップ清水シエラの方の、タイヤがですね、もしおっとおっとスカイラインが左フロントが取れましたね。あれスローダウンです、スローダウン。なんかよれたようですね。今2位を行っておりました、ね、12番のタイヤですね、はい、これも左のフロントですね、はい、さあどうでしょう、これから第1コーナー一番とピットに遠いところで、そうです。でもこのままだったらリムで走って帰るでしょう。いやしかしこれは大きく順位を落とすことになります。これは辛い。野崎さん、はい、ピットはもうすでに動いています。そうですか、仕方なくタイヤだという指示が飛びまして今の準備に追われています。いやスカイライズでちょっと苦労してますね。やはりいかにその序盤のスプリントが激しいかということの表れでしょう、はい、ちょうどタイヤのこと言いかけた時に起きましたね、はい、フラッとした時ですね、あの瞬間ですね、はい、これあのピットの人たちもちょうど見ているストレートのところですからすぐ分かったでしょうね、はい、グループ A のレギュレーションというのは、ね、はい、前後のタイヤが同時にパンクしても車体のどこも地面につかなければいいんですね。ですから動くだけなら動けます。はい、これで1位の長崎選手は相当楽になったんじゃないですか。そうですね、あとニートビーツが少し離れてますから、はい、あれはなるべく早い時期に追いつかないと、うん、長崎選手を楽にしてしまいますね。さあ最終コーナーを立ち上がります。3位のシエラがちょっと離されているようです。この2台の争いですと、はい、ニートビーツの方がもしタイヤで言えば先に何か起きると思います。あ、そうですか、はい、それはどういうことなんですか。あのヨーロッパのツーリングカードライバーの特徴としてですね、はい、遠赤の乗り上げなんか割合平気なんですよ、はい、その分足回り負担かけてますからね。うん、マシンとして、言いますか、むしろタイヤとして言いますと同じタイヤをこれつけてるんですね、ダンロップ、はい、両チームともダンロップなんですが、そうです、あのダンロップのグループ A のタイヤ自体は非常に完成度が高いですね今、はい、だドライビングスタイルの差でやはりタイヤのいたわり方が違いますからね。僕らの常識から言うとヨーロッパのツーリングカードライバーはみんなかなり荒っぽいですね。ああそうですか、はい、あの見て面白いですかね、はい、まあ、遠赤などに乗り上げますと、あの遠赤というのは大変デコボコしていますっていうか、はい、おっとスカイラインですが、このタイヤの方がだいぶ